すいません、オフサイドです。サイトの方から避難される方いらっしゃるかもしれませんが、オフサイトセンターの方にお見えになる際に、車から出ないようにしてください。こちらの方で指示をいたしますので、車から出ないように避難をお願いいたします。そんな2問もあるか。あと2号。あの、ちょっと ここでお計らいしたいと思います。あの、事前にですね、シミュレーションをしていますけれども、見えますか。海側を今煙っています。海側を煙行ってますね。本部でお分かりします。あのこの件ですね、事前にシミュレーションをしていますけれども、その内容について、あの、いや、説明するかどうか、外務に対して官邸とかそういうことをちょっとお分かりしたいと思いますけれども、はい、はい、シミュレーションについてはその前提をはっきり分かるようにしてください。了解。まずそれ見せて、まあこれ自身なん、どんなシミュレーションなのか全然分かってない、うん、どういうシミュレーションなの、これまずそこでお見せしなきゃいけないんで、はい、ちょっと今手元にないんですけど、一番最初にやったシミュレーションでいいかと思います。火葬事故で 100% のものが吹いてますけども、ただしその時は風を、南風にしてましたんで、相馬の方に流れてくるやつだったんです。で今は全く反対側に流れてますから、ちょっと前は、こちらからの風で相馬の方に行ったんですが、今はどうもこっちから風引いて吹いてます。だから海側に流れていってます。で今の風で今計算し直してますから、ちょっとお時間ください。了解。何分くらいできる？してますだね、うん、5分くらい。